札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所、材木33所、秩父34箇所の3つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され、参拝を記録。四国88箇所と秩父34箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。札所常楽寺から15番札所四国分寺を目指します。滑りやすいので気をつけてゆっくり降ります。遍路道、こちらですという矢印はこちらですよという、この辺はもうほとんどが舗装された遍路道になっています。何種類か出てきました。遍路道は右、いや、この斜め行くんだ、両方ここにあります。さて、どっちでしょうか。右も遍路道、左も遍路道、実はこの奥に14番札所の奥の院があるんです。ですからあの標識は、両方とも正しいということになります。次元寺さんに、奥の院次元寺さんに、訪ねてみます。にゃんこがこちらを警戒していますね。
たちはうっすり寝ていました。気づいて、私の方を見ています。大丈夫よ。えい、真っ白な猫、母親ですね、あれは。えい、えい、近づいてみたらどうでしょうか。ああ、逃げるやつ、大丈夫よ。お、5匹だ。黒い猫、虎、白。お、そこにも1匹。これをお寺さんを守ってるような猫ですね。庭の一角にサルスベリの花がもう咲いていました。ああ、もうそんな季節になってきたんですね。ああ、しょ。おお、あんなところに一匹。白い猫が多いんだ、ここは。歩き遍路、次元寺さんから戻ってきまして、元の分岐点に来ました。こちらの方向が次元寺さんです。では国分寺の方に向かいます。まだまだ雨がずっと降っています。今日は一日雨のようです。さて、ここに出てきました。ここには常楽寺の第一駐車場があって、無縁者の日があって、ここにたくさん出てきてます。正面に突き当たると、国寺見は、国分寺は左という標識がありました。この大きな常楽寺は左、国分寺は右の道600メートルという部分と、先ほど見ていただいたカーブミラーのところに国分寺左600メートル、ここでは800メートルだ。
国分寺まっすぐ左側350m というふうに見ております。雨の中をこういう形で、撮影して歩くのが初めてですが、大変な面もありますが、ちょっといい感じの撮影になりました。国分寺15番というのが出てきました。お、派手な色合いの岩船児童村。